この動画はうぷ主が勝手に思っていることを語ってるだけです。信じるか信じないか決めるのはあなたです。質問等あれば気軽にコメントください。あと、よければチャンネル登録をお願いいたします。では、早速語っていきます。はい、どうもうぷ主です。だーちゃんだよ。今回は簡単に上手くなる方法について語っていきます。え、そんな方法があるの？あります。結論から言うと。言うと？上手い人たちと投げる。え、それだけ？それだけです。理由は？理由は2つです。1つ目は気づきが多くある。2つ目は当たり前のレベルが上がる。以上、2点です。どういうこと？まず、気づきが多くある。上手い人と投げてると、フォームや飛びを見て自分との違いに気づきやすくなる、と思います。百聞は一見にしかずってことだね。その通りです。で、うぷ主が一番大切だと思うのが、当たり前のレベルが上がるってことです。これはどういうこと？例えばの話ですが、皆さん日本語をうまく喋れますか？上手かはわからないけど日常会話では困りません。じゃあアメリカに行って周りの人と比べたらどうですか？それだったら上手かもしれません。つまりそういうことです。どういうこと？ダーちゃんが日本語を問題なく喋れるのは日本語を普通に周りが喋るから。だけどアメリカで育っていたら今ほど日本語が話せたか、いや話せなかったはず。そうだね、話せなかったね。で、どういうことが言いたいの？つまり、ダーツも同じで、SA しかいない人たちと一緒に投げて SA になるのと、Cクラしかいない人たちと一緒に投げて SA になるのとでは、どっちが SA を普通と思うでしょうか？答えは前者です。そんなもん。もっと細かくすると、Cクラの人たちにとってハットってすごいことじゃないですか？うん、そうだね。すごいことだと思うよ。じゃあ、SA の人たちにとってハットってすごいことですか？比較的普通のことなんじゃないかな。その通りです。周りが普通にできてることって自分も普通にできると思うじゃないですか。そうだね。けど、周りができないことを自分は普通にできるようになるって想像つきますか？想像つかない。つまり、日本語と同じで普通に喋れる人の中だと、普通に喋れるようになるように、ハットとかが当たり前の中で投げていくと、自然とハットが当たり前になるって話です。なるほどね。では、今回のまとめです。上手い人と投げましょう。それによってフォームや飛び等で気づけることがあったり、ハットなどのアワードや高いスタッツが当たり前と感じられるようになります。できれば一人だけ上手い人がいるってだけでなく、複数人上手い人がいる方が上手くなると思います。それでは拙い動画でしたが、最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いいたします。お願いいたします。